んにちは、ソフトクリームちゃんだよ。今回は NHK マイルカップの展望をしたいと思います。それではどうぞ。こちらが過去10年の1着馬から3着馬のデータです。10年中8年でニュージーランドトロフィー組が馬券に絡んでいますが、それもそのはず、10年間で延べ65頭と出走頭数がめちゃくちゃ多いのも理由としては挙げられます。集計をしてみると、なんと桜花賞や皐月賞、毎日杯組の4倍から5倍程度の出走頭数ということで、トライアルからそんなに出てこればそれは馬券に絡むでしょうと思わずツッコミを入れたくなる気持ちもあります。ですので副賞率で言うとそこまで高くはありません。その証拠に、ここ10年の1着から3着馬で同じ路線から来る馬が2頭以上馬券に絡んだのは2011年のニュージーランドトロフィー組だけでした。かつてはイーグルカフェの勝った2000年などは1着から3着まで全てがニュージーランドトロフィー組でしたし、2000年代の前半には皐月賞組から2頭ですとか、桜花賞組、スプリングステークス組から2頭と2頭以上が馬券に絡む場面も多々ありましたが、最近はそのようなことがなくなりつつあります。ですのでここで言えることは、桜花賞組ばかりですとか皐月賞組ばかり、毎日杯組だけをボックスで組むなど、特定の路線に偏って買い目を絞るのは好ましくないということは言えるようです。馬券の相手として流す方が良さそうです。続いては客室についてですけれども、最高峰から追い込んで勝ったケアイノーテックやマイネル鳳凰がいたりですとか、反対にメジャーエンブレムやミッキーアイルといった逃げ切っての勝利もあるなど、着質的には何でもありというこの一戦です。その中でも目立っていたデータはこちら、前走の距離についてです。この中で際立つのは1400メートルですとか1200メートルからの距離延長組よりも1800メートルからの距離短縮組の方が明らかに成績が良いです。距離延長組で一番最近に馬券に絡んだのは、5年前に17番人気だったタガノブーグまで遡らないといけません。その他には2頭だけしかおらず、 NHK マイルカップに出走する馬の多いファルコンステークスを勝った馬で馬券に絡んだのは8年前の2着馬インパルスヒーローだけでした。あの今年の高松の宮記念を勝ったミスターメロディーであっても、昨年は馬券に絡むことはできませんでした。今年の前走1400メートル組はハッピーアワーとグルービットのファルコンステークス組の上位2頭です。さすがにどちらも来るということは考えにくいようです。続いてはこちらのデータ、有力馬も含まれています牝馬についてのデータです。こちらが過去10年の牝馬を成績を並べたんですけれども、馬券に絡んだのはアイロリット、ニエノテソーロ、メジャーエンブレム、アルビアーノと10年前のグランプリエンゼルの5頭がいます。この馬たちの共通点といえば、グランプリエンゼルを除いた4頭が関東馬ということ。やはり3歳の牝馬にとって輸送というものは結構な負担というかストレスの原因となっているのかもしれません。ましてやゴールデンウィーク週真っ只中ということで、思ったよりも輸送に神経を使ってしまうような時期ということで、重賞勝ち馬とはいえイベリスやプールビルにはやや気になるデータとなってしまいました。一方でグランアレグリアは関東馬なので輸送距離も短く、比較的プラスに捉えられるかもしれません。ですがこちらでも気になるデータは存在します。こちらが第1回の NHK マイルカップからの牝馬のデータなんですが、桜花賞と一緒に NHK マイルカップでも結果を出すというのは非常に難しく、
過去でどちらも勝った牝馬はラインクラフトの一頭だけしか存在しません。それ以降はメジャーエンブレムもアエロリットも桜花賞では馬琴に絡めませんでしたが、ここで優勝しました。ということで相手はクラシック戦線も経験のある3歳ボバたちですから、牝馬でもそうそう簡単には勝たせてもらえないということがデータからは示されています。続いては気になる馬をピックアップ。まずはラインクラフト以来の変則二冠なるか、グランアレグリアについてです。桜花賞では朝日杯の反省を踏まえて早めに抜け出してからは他の馬を寄せ付けず、1分32秒6のレースレコードを叩き出しました。これはオークスの最有力候補かなと思っていましたが、陣営の決断はここのレースを目指してきました。中3周の強豪軍となりますが、馬体には力が残っているというジャッジ。レース選択のきっかけとなった肝心のメンタルですが、一度使ってかなり良くなったみたいです。追い切りでも周囲の馬の動きに動じなくなってきたということで心境があった模様。もうこれ一着固定でいいんじゃないと思いましたが、突っ込みどころを発見してしまいました。これも極秘データ扱いにしようと思いましたが、さすがにそこまでせこいチャンネルでもありませんので、今回は公開したいと思います。こちらがルメール騎手の過去10年におけるマイル G1 で一番人気を背負った時の成績ですが、なんとソウルスターリング以降2年半ほども勝ち星がありません。これを真に受けるとちょっと一着固定をためらう気持ちになってしまいますよね。ひとまず枠順を見てどのような展開になるかを再検討したいところです。続いては新山記念の勝ち馬バルディゼールについてです。新山記念の時は草案上でピリピリしたり、レースでは若さを見せたりとまだまだ甘いところもありましたが、それでも重賞を勝つあたりは実力馬という雰囲気が漂ってきます。その後は時間をとってアーリントンカップへと駒を進めましたが、直線を向いて追い出したところで狭くなってしまい、ブレーキをかける形となってしまいました。スムーズならもっと差を詰められたはずですと北村雄一氏はお話をされていましたので、このレースに向けてはあまり無理をして道中で早め早めの小足を使ってしまうとかえって良くないので、いいポジションを取っていかに最後でスムーズにトップギアに持っていけるかを意識して乗りたいと思います。ということで、前走を踏まえてとにかく邪魔はされないポジションを確保したいところ。初めて経験する輸送ですので馬体と気象面で気になるところはありますけれども、スムーズに運べると前走とはまた違った伸びを見せてくれそうな一頭です。最後に唯一の東京マイル2002勝のビッテルスバッハについてです。前走はスタートで立ち遅れ、大外をぶん回したにもかかわらず唯一の33秒台前半の明かりで優先出走権を手にしました。中山からコースが東京に変わるだけに、その末足に大きな期待が集まるんですけれども、この馬の特徴としてトモが開き気味という点がここに来て問題となっています。どうやら思ったほど疲れが抜き切っていない模様です。ノーザンファーム天芸のスタッフさんが G1 出走ということで懸命にケアをされたようですけれども、厩舎に戻ってきてからも調教で思い切って負荷をかけるというよりも馬体のチェックとケアに一番時間を費やしているようで、本当に G1 に出走するというのは大変なことなんだなと改めて思わされる中間の様子でした。ですので調教の感触は悪くはないものの、かなりの強行軍ではないのかなと感じた一頭となりました。以上気になる馬のコーナーでした。さて今週は京都新聞杯と NHK マイルカップの予想をアップする予定です。平成の最後に最高の思い出ができましたけれども、また令和となりましても一から気持ちを新たに経験を積み重ねていきたいと思います。
それではとっとと風邪を治したいと思いますけれども、次回の予想動画でまたお会いしましょう。